一緒に声合わせて歌えたのでよかったと思います。間違えないで弾けたのが嬉しかったです。今日ピアノ弾いてちょっと間違えちゃったけど弾けてよかった。歌うことが楽しかった。どうで楽しかったんですか？札幌オリンピックの、この後はみんなにテレビお母ちゃんを見ててください。この子たちは母語も話せます。それから日本語もとても上手です。その間すごく努力して日本語を勉強しました。学校の勉強もとてもよくできます。歌もとっても好きです。ピアノもとっても上手です。練習時間はほとんどなかったです。休み時間コツコツとやった中でこれだけ立派にできて私は嬉しいです。ぜひベトナムの人にも、日本で頑張っているベトナムの子どもたちがいるということを知ってください。とても私は誇りに思っています。この子たちをよろしくお願いします。